吉谷さん、坂本龍馬も大したもんですけども菅義偉さんも大したもんだと思いますよね人生最大の達成っていう言葉ねこの言葉は本当に打ち震えるでしょ吉谷さんいやそれはやっぱり同じようなことをまあ達成してきたからこそ思えるんじゃないですかね、まあ、私たちはまだ人生最大の達成ってものがねこの後の人生に控えてると思いますけどもでも菅義さん 前総理はもう人生最大の達成っていうね、自分の通信簿を取ってもいいようなお年だと思います。で、これから菅総理は、あの、また何かね、新しいことをやっていくでしょうけども、安倍前総理を、よし、総裁選に出て総理になろうというふうな気持ちにさせたっていうのは、多分、菅総理しかできなかったことじゃないかなと思うんですよ。自民党にはたくさんのメンバーがいますけども、銀座の焼き鳥屋で、 二人きりで、ね、話し合って他の方いなかったわけですよ他の方は、まあ、焼き鳥屋に呼ばれなかったかもしれないしちょっとねどっかで離脱していってだんだん最終的に2人になったのかもしれないそこは想像するしかないんですけども少なくとも安倍総理がよし総裁選に出て総理になろう俺がこの国を作んなくてどうするんだみたいな気持ちになったのは菅総理のおかげですよね。そして安倍総理が総理理がになった時 ずっと官房長官として、いつもこう言ってました。総理の言うことが全てだと思いますと。と官房長官に質問があった時に、えー、安倍総理はこういうふうに言われてますけど、本当にそうなんですかって聞かれたら、総理の言うことが全てだと思いますと。とどんな質問が来ても、総理の言ったことに、まあ、間違いはありません。っていうふうに言い続けたんですよ。まあ結構ね、やきもきするところ私もあって、まあ菅総理なんだよ、こいつ。結局人の、 思ったんですけどもでもねそれがいかに難しいことかいかに不動の精神力が必要なのかいかに安倍総理を信頼してるからこそ言えることなのかってことはやっと長寿を見て分かったというところですねで長寿の中にねこういうふうな言葉もあるんですよもう何回も何回も菅総理使いますけどもあの何て言いますかねこういうくだりがあったんですよ TPP 交渉のことで揺れ動いているときに、総理、安倍総理はね、タイミングを失ってはならない、やるなら早い方がいいという意見、そしてこの TPP に関しては、正しかったのか、正しくなかったのかってことは、今の時点では歴史が証明済みということで、正しかったよねってことなんですよ、そこで菅総理はこういうふうにまとめてます、一歩後退すると勢いを失う、ね、前進してこそ、活路が開けるということなんですよね。 まさに私たちは YouTube をたくさん作ってますけども、例えばね、商品の売れ行きが悪い時に一歩後退する、その選択もあるけれども、さらに突っ込んでいくんですよ。同じ商品の別のプロモーションをかけていくんですよね。別の角度からお客様の要望にタッチしていくということで、とにかくやること、やること、プラスやることなんですよね。やらないことで何かを達成しようとは思わないわけですよ。でも多くの方は一息ついたり、現場を離れたり、 もうダメかなと思って諦めたりするわけなんですよ。一つの例をちょっと申し上げます。えー、私のね、熟成さんでね、かつてポスティングをした人がいたらしいんですよ。自分のビジネスで。で、ポスティングを3000枚チラシを配ったんだけど、全く効果がなかったから辞めたっていうんですよ。で、それを聞いて、多くの人はどう思うかってことなんですけども、3000枚配ったら、それでダメだったらしょうがないよねって思うかもしれません。でも、 私、マージャン店の時に1週間に4万枚配ってるんですよ。1週間に4万枚配って、お客さんは100人来てるんですよ。95人ね。いや、それを私に言わせれば、3000枚で何が分かるのっていうことなんですよ。3000枚を10回繰り返して、それでもまだ私の方が上を行ってる。しかも1週間でやってるわけですからね、これは。そう考えると、やった人にしか評価できないことって結構あるんですよ。YouTube でもね。 有名 YouTuber さんいらっしゃいますけども、吉田さんみたいに動画を2万本以上アップロードした人じゃないと見えない世界とわからないロークってのがあるんですよね。いやそんなん無理だよっていうふうに言うかもしれませんけども、いや、動画を2万本アップしても自動車で車でね、気ままに旅したりとかね、美味しいもの食べたりとか温泉入ったりとか全然できますよって話じゃないですか。うん、もちろん人それぞれの状況に応じて、 動画ばっかりできない方もいるかもしれませんけども、でもそれはできないんじゃなくて、できないと思ってやろうとしてないてところが多いんじゃないかなと思います。だからタイミングを失ってはならないんですよね。うん、一歩後退すると勢いを失います。後退癖がつきますよね。でも一歩も下がったことがなければ、むしろ下がるべきところに逆に一歩踏み込むような癖をつければ、どんどん進むしかないのかなと思うんですよ。まあ、堀江さんのね、 それ意味あるんですかってのも相当使い倒してますけどもこの菅義偉前総理のこの弔辞もねこうやって見てみるとビジネスに人生に学ぶところがものすごくあるなと思いますまさに人生の最後を迎えた人に送る言葉としては展開の違いがありますよね無数に展開できますよねこの弔辞一生の宝物になるかもしれませんはいじゃあ以上でございます